ネクタイ曲がってるわ。これでよしっと。美少女然とした愛らしい容貌とは裏腹に、ひときわ目立つそのどでかい胸に。じゃあね。俺は心を奪われた。あ、お前トモミ先輩と仲いいの？狙ってんのか？トモミ先輩は憧れの存在でも、ひょんなことから。助けて、ヒカルくん。俺は彼女の秘密を共有することになった。私もうおっぱいがパンパンなの。母乳ちゃんは出したい。1、1ヶ月前、トモミ先輩に呼び出された俺は驚愕の告白を聞いた。あのね、カイヒカルくん、私の赤ちゃんになってください。赤ちゃん？正確にはおっぱいを吸うお手伝い。ううん、バイトと言ってもいいわ。話がよくわかりませんけど。そうよね、突然ごめんなさい。でもあなたじゃなきゃダメなの。吹奏楽部で肺活量の高いあなたじゃなきゃ。つまりこういうことだった。